じゃなかったのか。どこだ、どこにいるんだよ、お前は。あいつは無事なのか。無事じゃなかったよ。もう5日も経ってる。うすうす分かってただろ。お前にだって。警察が見つけてくれたよ。あいつね、ザリガニ公園の近くの廃ビルで瓦礫に埋もれてたそうだ。連絡くれた人から聞いたんだけど、手だけが、あいつの手だけが瓦礫から見てたって。嘘。